手前役の田島メルさんです。はい、よろしくお願いします。ゆうすけ、ごめん、待った？いや、俺もさっき来たばっかだし。本当？じゃあ行く？うん、じゃあ行くって言ってこっちでも行く。始まりましたけど、どうです？すごい緊張してます。お芝居って結構経験ってないですね。全然もう初めてに近いです、こんなにたくさんのセリフがあるの。でも結構堂々とやってましたよね。本当ですか？全然そんな、今日は楽しみたいと思います。お願いします。喜ぶかな、また表を走る。そういうのって、でも意外、ユースケはこんな店知ってるんだって。あ、ほら、女の子ってこういうの好きだ。だからお前も喜ぶかなって。出た、モテ男。そういうんじゃねえ。 HKT HKT、 あ、覚えました。 HKT は何の略でしょう。じゃあ、旗。そう、正解。なんか僕つけたね。出た、モテ男発言。そういうんじゃねえ。本当は前の彼女さんと来たことあるお店とか。またモテ男発言。いいから食べよう、冷めちゃうよ。ありがとう。カット。切れない。切れなくて、ちょっと切っててもいいですか、ここら辺。いけ、返しました。いちごが美味しい。このエマちゃんは私と正反対な感じで、結構私は あんまり人見知りもしないのでグイグイ言っちゃう癖があるんですけど、このエマちゃんはなんでシャイというか、一つ一つの方にドギマギして、本当可愛い女の子っていう感じだったので、そこがすごく監督さんにも何回もちょっとメルちゃんすが出すぎだよって言われるとこもあったので、そこを演じるのがすごく難しかったんですけど、やっぱ女の子は、うん、なんかちょっと緊張しいで、ね、ドキドキしてる方が可愛いんじゃないかなっていう、私もそういう女の子像があったので、それがうまく演じられてたらいいなと思います。理想のデートですか？でもなんか今日みたいなデートすごく楽しいんじゃないかなっていうのはすごく感じたので、私も今日が初デートみたいな感じだったので、このデートしか知らないんですけど、でも今日すごく楽しく撮影できたので、なんかこういう風になんか、なんだろうな、あんまり慣れてる感じじゃなくて、こうお互いにドギマギする感じが楽しいんじゃないかなって思います。ドラマさせて慣れました？少しは慣れないな。でもなんか緊張はどんどんなくなってきました。あんまり頭から緊張してる感じじゃなかったですね。本当ですか？すごいすごい緊張してました。でもなんかスタッフさんの方も優しいし、ユウスケ役の方もすごい優しくしてくださるので、サポートしてくださるからすごくやりやすいです。結構2人で練習とかしてましたよね。しました。いや、付き合ってくださいました。私が下手くそなので。さすがに雨が激しくなってきましたね。そうですね。雨男ですか？違います。違います。寒くて何も考えられない。クライマックスだよ、これが。そうなんですよね。頑張ろう。頑張ろう。よーい、どうぞ。1、2、3、こちら。はい、本当にいけるでしょ。はい、行きます。3、2、1、これで行こう。壁ドンやられた感想どうでした？あ、私ですか？なんかあの初めてだったから、そう、このあの迫ってくる感じがすごくすごい、これはドキドキしますね、お互いに。
か。よーい、はい。こんなんで乾かしてるの自分、面白い。写真撮ってください。でもなんか雨に濡れてる感じで言ってみね。あの、こう言っちゃ申し訳ないけど、あの絵的にはね、濡れた方がいい。これ見てみまよーい、はい、こちらこそよろしくお願いします。ハスカルを見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。皆さんドキドキしてくれましたか？あ、いい返事ですね。ありがとうございます。これからもたしまメルをよろしくお願いします。バイバイ。じゃあ以上をもちまして、たしまメルさん全編終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に寒い中すごいいい作品ができたらいいなと思います。ありがとうございました。